どうしたんだろう、私は。自分が不甲斐ない。父様が今の私を見たら、どんなに嘆き、呆れ果てることだろう。やはり、私はまだまだ精神的に甘いのだろうか。たかだか男一人の前に出るだけで、こんなにも動揺してしまうだなんて。リシア様でしたらさっきお会いしましたけど、腰の中にいらっしゃって、この得体の方に周りを囲まれていましたよ。そう言われてみれば、今回一緒に来ると言ったのも結構無茶なことですよね。ルフィーナ、よかった。ここにいたのか。ああ、気がついたらいつの間にかいなかったから、慌てて引き返してきたんだ。ごめんなさい、はぐれてしまって。いや、悪いのはこっちなんだから気にしなくていい。さあ、それより早く行こう。はい。じゃあ兄様、ご無事をお祈りしています。We'll be right back.